番組の発案者であるクリス・カーター。X ・ファイルは1993年9月10日からフォックスより放送されているアメリカ合衆国の SF テレビドラマである。シリーズは第10シーズンまでで208話に及び FBI 特別捜査官のフォックスモルダーとダナスカリーが X ・ファイルと呼ばれる超常的な事件に、第8シーズン第9シーズンはドゥカブニーが ホックスガーと出演料をめぐって争ったため、ドゥカブニーの出番が減少した。番組は、クリス・カーターが企画し、R.W. グッドウィン、フランク・スポト・ニッツ、ハワード・ゴードン、ビンス・ギリガン、ジョン・シャイバン、キム・マナーズ、グレン・モーガン、ジェームズ・ウォンラと共に制作指揮を務めた。第1シーズンから第5シーズンまでは、ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー、第6シーズン以降は、 カリフォルニア州ロサンゼルスで主に撮影された。第4シーズンまでは金曜午後9時、第5シーズン以降は日曜午後9時に放送された。各エピソードはコマーシャルを除いて約45分、標準画質で放送された。1998年に第5シーズンと第6シーズンの間を描いた映画、X、ファイルザム e m が2008年に第9シーズンと、 第10シーズンの間を描いた映画、X ファイル、真実を求めてがそれぞれ公開された。2002年の第9シーズンで完結していたが、2015年3月に放送局の FOX より放送再開が発表され、第9シーズンから14年後の2016年に全6話構成の第10シーズンが放送された。ックスは第11シーズン以降も継続する方向で、 検討しており、2017年秋の放送を目指していると報じられた。2000年以降、20世紀、Fox Home Entertainment より、全エピソードが DVD 化された。他に iTunes ストア、Amazon Instant Video、Hulu、Netflix でダウンロード販売も行われた。番組は、ゴールデングローブ賞、サテライト賞などを受賞している。出演者のうち、特に、 ドゥカブニーとアンダーソンの演技が高く評価された。詳細は X、ファイルシーズン1を参照1話完結が多くを占めている。詳細は X、ファイルシーズン2を参照ジリアン・アンダーソンが実生活で妊娠、出産をしたため、シーズン序盤はスカリーの登場シーンが限定的である。このシーズンから CS マンと部下の暗いチェックの動きが描写され、 謎の組織の動きが分かりやすくなってくる。詳細は X。ファイルシーズン3を、参照詳細は X。ファイルシーズン4を、参照詳細は X。ファイルシーズン5を、参照詳細は X ファイル。ファイルザムービーを、参照詳細は EN ザ X ファイルズを、参照詳細は EN ザ X ファイルズを、参照詳細は EN ザ X ファイルズを、 参照本シーズンより、モレダー捜査官役のデイビッド・ドゥカブニーが、レギュラーから降板し、代わりに、ドゲット捜査官とレエス捜査官がレギュラーとして、登場。詳細は、EN、ザ・ X ・ファイルズを、参照詳細は、X ・ファイル・ファイル、真実を求めてを、参照詳細は、EN、ザ・ X ・ファイルズを、参照第1話、陰謀との戦い新しく開発された。 高速プロセッサーのチップを盗み出そうとするローン、顔面。それはユーザー情報を盗むために作られたものだった。しかし、もう少しのところで謎のひげ面男に邪魔され奪われる。オフィスに戻ると、バイヤーズの父親が交通事故で死んだと知らせが、政府の官僚だった父親の死には不審な点があった。事故死に疑問の残る三人は早速調査し始める。第二は、 ボンド登場日本人のクジラの密漁の捜査に全資金を使い果たし、新聞の印刷代がないローン顔面。そこへイブが現れ、昨夜殺された天才ハッカーの話を持ちかける。警察は薬の売買によるトラブルが死因だと判断したが、銃弾は3発、弾は体の中で砕け散っていることから、プロの仕業の可能性が高い。真実を求め、調査することに。 第3話、意外な事実論顔面のもとに、ナチの戦犯捜査の協力をしてほしいという男が、尋ねる。対戦中、アルザスの毒遣いとして、フランスのレジスタンス20人を毒殺したダボス夫人。対戦後、行方を喰らませていたが、先月ヨーロッパ各地に、戦災孤児の尋ね人の広告が出た。ハーグと名乗るその女こそ、ダボス夫人なのでは。その確認方法は、 ダボスケ代々に伝わるドイツの形をしたあざが、ケツにあるはず。戦災孤児の父親の写真とそっくりのフロハイキーが、息子になりすまして、潜入捜査することに。第四は、消された、書類バイヤーズの情報請求が通り、情報公開局で重たい箱を受け取る。中身はブロックと一枚の資料。そこには水をエネルギーにして走る。 水力自動車をかつて発明したスタン・マイザーの情報が、当時、マイザーはその車の発明後、口を閉ざし、車は消えた。大手石油会社に脅されていたという話も、その車は青緑の59年型のスチュアート・ベーカー・ラークで、車好きのフロハイキーは、当時その車に乗ったことがあった。今回はその水力自動車の行方を調査することに、第5話、 スキャンダルの結果選挙に立候補した議員の選挙事務所の女性スタッフが謎の死。議員とその女性は不倫関係にあったらしい。ジミーは議員事務所にボランティアとして潜り込み、ラングリーとフロハイキーは女性スタッフの自宅に潜入し、一人きりの赤ん坊に遭遇。第6話、奪われた人生アダムと名乗る男が自分は宇宙人にさらわれて、 実験をされたに違いないと主張。アダムのデータを調べるが、彼の存在を示すものは何一つ見つからなかった。アダムが主張するように彼は本当にパラレルワールドに迷い込んでしまっているのだろうか。彼の首を見ると、謎のコネクターの穴が開いていた。第7話、E メールの発信者ある実験が行われている研究所から拘束されている私を助けてほしい。 という内容の音声不メールがローン顔面編集部に届く。そこでは実験によりチンパンジーに知能を与え完全な生物兵器を作っていた。ジミーはその中の一頭のチンパンジーが E メールを送ったのだという。果たして本当にチンパンジーが E メールを送ったのだろうか。第8話仕組まれた無実老女と弁護士がやってきて老女の息子が殺人犯として 無実の罪を着せられて、死刑執行日が近づいているので、どうにか無実を証明してほしいとローン顔面に頼みに来た。最初は無罪を主張していたが、ある時から罪を認め、上告することもせず、弁護士以外と取り合わなくなったという。バイヤーズとジミーは死刑囚として監獄に潜り込み、老女の息子と接触を試みる。ラングリーとフロハイキーは殺人事件を調査し、 真犯人は探り出す。第9話、雪山より愛を込めて、雪山で密漁者の取引の瞬間を撮影しようと、ジミーが雪山を滑りながら、追跡を試みるが、木に激突し失敗。病院に運ばれる。足を痛め、一時的な記憶喪失になり、決定的瞬間のことを思い出せないでいた。ジミーは、 未解決事件を取り上げるテレビ番組で手術中に患者を毒殺する意志を装った連続殺人犯を知る。第10話暗殺者たちの単語いつもイブに騙されたり仕事を横取りされるローン顔面は今度こそハトイブが密輸組織と取引する瞬間を抑えようと張り込むが失敗に終わる。密輸組織のリーダーが単語の大会に出場しそこでまた取引が行われるらしい。 接触するために、イブとローン顔面はそれぞれ大会に出場することに。第11話、スキナーは殺人犯ロシアマフィアが裏取引をしようとしていたバーのトイレで男が殺される。ローン顔面は調査に乗り出し、トイレに残されていた遺留品のメガネを発見する。そのメガネには特殊な小型カメラが内蔵されていて、男はその映像を使い、 様々な人々を揺すっていたらしい。映像を調べてみると、男が殺される。直前の映像には、モルダーやスカリーのボスであるスキナー副長官が映し出されていた。第1には、モルダー VS メン、インブラックローン顔面の下にある、メインブラックの名前問い場所を記した匿名のメールが届く。調べてみると、軍のサーバーから送られていて、ドメイン名は、ロミオ61。 それを聞くと、急に顔をこわばらせるミブ。ロミオ61とは、政府公認のどこの部署にも所属していない、極秘テロリスト集団のことを指すらしい。まずは、数日前に、ミブがイブに盗まれた、マヘロンというプロジェクトのデータを取り戻すため、ローン顔面とミブは、イブの足取りを追うことに。イブは、ロミオ61メンバーなのか。第13話、キャプテントビーを、永遠に、 子供向け番組、キャプテン、トビーのスタッフが2人、同じ日、同じショッピングモールで、同じく心臓麻痺で死亡。その2人の顔写真をデータベースに照合すると、2人は FBI の情報局に勤め、中国を担当する捜査官だった。どうやら番組スタッフの中に、中国に通じているスパイがいるらしい。妻が中国からの移民であるキャプテントビーに、2人の 殺人とスパイ活動の容疑がかけられる。しかし、子供時代のヒーローであるキャプテントビーがそんなことするはずがない、とラングリーは信じる。ありがとうございます。